はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はアルペジオの回の続編をちょっとお話ししたいと思います。先日アルペジオのね、弾き方というかアルペジオが苦手な方はこういうことじゃないですかっていうことで動画を上げさせていただきましたけども、その中でコメントをいただいているのをずっと見てると、あっとちょっと気づいたことがありまして、何かと言いますと、アルペジオの練習をしていてコードを素早くねパッと押さえると、ここが今難しいとこですみたいなね、ちょっとコメントがあって、あっ違うと思ったんですよっていうのは、まあ、確かに瞬時にねそのパッてこう押さえられるのいいですよ。それすごい大事なことですよ。だけどコード弾きとアルペジオで一番違うところは何かというと、一気に鳴らすか順番に鳴らすかってことなんですよね。なのでコードっていうのはもう鳴らす前に全部を押さえとかないといけないですよね。ね、押さえてないといけませんけど、アルペジオっていうのは音が順番になるわけじゃないですか。ね、なるわけですよ。なので指がパッと瞬時に押さえられなくても、指を順番にこう鳴らしていく、ピッキングでね弾いていくまでの間に適切な必要な場所に指がついてれば大丈夫なんです邪道やんと、邪道じゃんと言われるかもしれませんけど、でもこれでいいんです。僕も昔はね、確かに弾き始めの頃はそういうアルペジオをやるっていうのはやっぱりね、カッと急いで、ね、指を作らなきゃいけないと思ってたんですけど、天国への階段の曲をね弾いてる時にそうは言うてられない感じになったんですよ。ってこうねあるじゃないですか、弾いてると先にグッてフォームを作るよりも押さえながら弾いていくっていうやり方ですね。ということでないと対応できないなって気づいてから、あ、アルペジオってこういうもんじゃないかなと思いました。具体的にやりますよ。例えばちょっと近づきますね、カメラね。具体的にやると、例えば D っていうのはこうでしょ、いわゆるこういう押さえ方でしょ。だけどすごい極端なこと言うと、最初の音鳴らしてる時はまだね押さえてなくても大丈夫なんですよ間に合ったでしょ。 C ほら、これ鳴らすまでにこの指が着地してればいいんですね。で E、 今ちょっとわざとやってますよ。もちろん E とかもスパッと押さえれますよ。 G とかね押さえれますよ、当たり前ですけど。だけどもしそこで悩んでるんだったらっていうこと話です。これは例えばね、その G ね、こうでしょ、非常に複雑な形じゃないですかね。まあ僕はよくロック式のこういう手抜きをやりますけども、例えばこう押さえるにしても、小指の位置がね、小指の位置はこう順番にこう鳴らしていくことだとするならば、これはそこに来るまでにここに着地していればいいんですよ。だから例えば、お間に合ったみたいなでもいいんです。わかりますか。こう考えるとかなりアルペジオは楽になると思うんですよ。それよりも音楽性とかね、そのノリとかそっちを優先していけばいいんじゃないかな。例えばその先日のガンズの曲もそうですよ。というふうに気持ちをエモーショナルな分、気持ちを入れることを優先すると、こう急いでコードクッ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 ってやっていくよりも、弾きながらね押さえていく。C なんてそうですよ。これグッと押さえるのたまにね、押さえ間違っちゃってこんなとこ押さえちゃってってなることあるでしょ。
間違ってクッと押さえてで鳴らすよりも確実にの方がいいと思います。はい、これはアルペジオの裏技というかね、まあこれでかなりハードルが下がると思うんですよ。あ、そう考えたら楽だなって思いませんか。例えば普通のギターソロのフレーズをねフィンガリングで弾くじゃないですか。あれじゃないですか、まあ、ちょっとアコギなんですね今日はね。だけどそういうフレーズをこれね私人に言われて気づいたんですよ。こうギターセンターでギターを弾いてる時に周りに集まってこう見に来てた方がはっってね、まあ、もちろん英語で言ってましたけど、はっ指の押さえ方この時指浮かしてるとかなんかねいうことを言ってたんですよ。ん何のこととか思ったんですけど、あの曰くここねこう押さえる時にこの人差し指が彼らの理解ではこうねピッチリ押さえてなきゃいけないと思ってたらしいんですね。って思ってたんですけど、私はもう押さえ終わったら指をもう次の場所に向かってますから、私は結構人差し指浮かせるんですよ。もう次の場所に向かわしてるんですよ。だけどね、まあそれと同じでちょっと話それますかね、それと同じでコードを弾くときも要は押さえたいところに指がたどり着けばいいんです、鳴らす前に。例えば D なんて、まあ、私よくこういうロック式の押さえ方をしますよね。普通 D ってこうですよね。この方が間違いなく音程は綺麗に取れるんですけど、でもこれで押さえちゃうともう使える指小指しかないでしょ。拡張性がないんですよ。ここからここまで届く指伸ばそうと思っても伸ばせられないんですよ。もう使っちゃってるんで。なので私は最低限なるべく少ない指でコードを押さえて余った2本の指でいろんなことをやるということをやってます。これいい悪いじゃないですよ、僕の場合ですよ。なぜかというと私は一弦上の音で遊びたいんですね。ということで、まあ、こうやってるわけですね。まあ、ちょっと話はそれましたが、要は私のアルペジオの考え方は、いいですか？もう一回何度も繰り返してますけども、弦ピッキングで弾くまでの間に適切な場所に指が押さえてればいいです。特に C なんてそうですよ、本当。こんな離れたところにいるでしょ、人差し指が。ね、これね、ついてない可能性時だってあるんですよ。それとあともう一つコメントをいただいたので、アルペジオの基本はルートの音から弾くべきですかってことですけど、基本はそうですね。その方が自然に聞こえると思います。例えば C なんてこの C のところでしょ、この音から聞いた方が D なんてこれでしょ、これか D これでしょ、この音から弾いた方がまあもちろん自然に聞こえますよ。だけどこれね別の回でもちょっと話すかもしれませんけど、気をてらったっていうんですか、ちょっとってこうパッてビビらせるようなことをやるときはあえて違うとこから弾いたりはするんですよ。なんかこうちょっと気持ち悪くないですか。例えば今いきなりですけど C の音ね、 C のコード安心しますよね。ああ C だな、これを違うとこから弾いてみましょうか。なんだって思いません？なんかちょっと気になるでしょ、落ち着かないでしょこれが音楽の、なんて言いますかね、わざと一瞬コードがわからなくするようなことをやることで
こう自然に流れてるスムーズに流れてるものをあえてあれって思わせる、聞き手の耳に印象を残す一つのまあテクニックと言いませんけど、まあそういうやつですね。というよく昔のクラシックではありましたよね、不協和音と。まあ今回のこれは不協和音じゃないんですけど、まあそれはまたね、不協和音はコードの回の時にお話したいと思いますけど、要はそうやってまあルート以外から弾くという手もあります。まあ、ただオーソドックスにやりたい場合であれば基本的にルートから行くのが自然じゃないかなと思います。だと思いますし、これをね違うとこから弾くと、なんだろうって思いません？なんかねちょっと落ち着かないんですよ。まあこんなお遊びもしてみるといいんじゃないかなと思います。新しい響きをね発見するんですよ。たかだか C のねこのコードでしょにもかかわらず音の配列を変えるだけで音の響きが変わっちゃうんですよ。響き変わるでしょ。こうやっていろいろな発見をして、まあ、曲を作るときはね私よくやるんですよ。コードねとにかく適当に押さえてとやっていくうちに何かね新しい発見をするんです。なんか筋肉症状体みたいでしょこういう風にしていろいろな響きを見つけていって、まあ、作曲のする時の手がかりにするというかそのヒントにするようなイメージをね膨らませる時に使ったりします。ということで、アルペジオの回、アルペジオはね本当にやればやるほど楽しいですよ。いろんな音が出ますから。なので皆さんもですね、まあ、がんじがらめの規則にとらわれずに好きなように弾いてみてください。はい、まあ、これが何かの役に立てばいいなと思います。はい、まあ、最後にもう一度だけ言いますと、アルペジオは、鳴らすまでピッキングするまでの間に指が、ね、到着していれば到達しておればそれで OK です。なので緊張せずに気楽にいきましょうというお話です。何かの役に立てれば私も嬉しく思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ヒロでした。